久保さん、なんかドカベンを書いた水島さんっていう人が今日亡くなられたっぽいですね。なんかニュースで。久保さんの動画が終わったとなんかニュースで流れたんですけど。あの、いつ死ぬんでしょうなんかね。<laughs> 僕と久保さんも。いつくたばるのか。わかんないですけどね。うん、いやー。 時間ってあっという間ですね。そう。ちょっとね、あの久保さんも知ってるナミさん。ナミさんからね、動画メッセージ送られてきて、まあ、今日返したんですけど、ナミさんと出会って10年ですね。久保さんと出会っても10年経ちますけど、早いっすね、時間っていうのは。でも、昨日のことのようにね、久保さんとまあセミナーね、ねイリュージョン1。一番最初にやったのはイリュージョン1だと思うのかな。 まあ、あと、ね、広島でもちょっとやったかな。うん。で <laughs> すね、時がたつのは。だからやっぱ人生終わっちゃうんで、あのー、終わる前にいろいろと終わらしといた方が <laughs> いいと思いますね。人生終わる前にいろいろと終わらすっていうね。いろんなことをやっていろんなことを終わらして、いろんな思い出作ってっていうのをやっとかないと。 うん <laughs> あっという間ですよ人生なんてうんはいい <laughs> ってらっしゃい